Hello. アサルト君、シングルプレイ、パート6やっていきたいと思います。中に何が？お、なんか島のガイドブック。ガイド、ガイド、島のガイド。ケーブルを2本を探すの、向こうですね。この水の中は大丈夫っぽいな。対処方法は前回と変わらないですよね。楽にしてあげるわ。後ろに回り込んで、倒すという贅肉カット。俺の贅肉もカット。サイダーがいるんだけど、見つけた。これを使いましょうかね。
目的のものはみんな手に入れたわ。よし。で、ちょっとヘルプミーって言ってる人がいるんで助けに行きましょう。うん、この村は荒れ果てているわ。これあれですよね、肉叩くはあんまりですよね。前回ではハンドリングっていうのが、表示されてましたが、今回はハンドリングの表示がないです。私も一緒に戦いたいが、上に来てくれ。よっしゃ。もう終わりだと思ったよ。捕まったのかと思った。これをやるよ。少ないけど、それだけしかないんだ。前よりいいわね。あれですね、前回と違って難易度がすごく高いですね。この中にお店があるな。うん、入れない。またヘルプミー的なやつが。俺は映画監督だ。ここで次の映画を撮影してたんだが、クソ、最初から何もかもが呪われてたんだ。みんなまだ撮影現場にいる。俺たちはホラー映画の撮影をしていたんだが、そしたら突然襲われた。俺は一人で逃げ出した。アンナやマーク、みんなを置いて。そうだ、カメラを撮ってこないと。何が望みなの？撮影現場でクルーを探してカメラを撮ってきてくれ。頼まれてくれないか。これは初めてですね。ブロンズナックだ。いいわよ、頼む。必ずカメラを持ってきてくれ。いいか、あとバッテリーも忘れないでくれよ。ずずしいですね、初に物頼んだ時ながら。ザグはね、死ね。下からの攻撃が弱いというのがあるんで。
こいつが多分ここのボスですね。デッドゾーン終わりで、パート6終わろうと思います。あ、パート6、7だったっけ。ダメージを与えたわ、これで終わりたいと思いますので、ご視聴ありがとうございました。